はい、こんばんは。今回もイラスト動画やっていきたいなと思います。で、今回描くテーマが座ってる犬ですね。いろんな犬のポーズがあるんですけど、今回は座ってる感じで描いていこうかなと思います。一応他の動画で普通に立ってる状態と、あと顔の正面は描いたんですけど、今回は横向きに座っている犬を描いていきます。猫のね、座ってる動画も描いたので、そっちの方もね、合わせて参考にしていただけると幸いです。猫とね、違うのは手の置く位置がなんか違うかなっていう感じですね。猫はもっと手前の方に手を置くんですけど、犬の場合は割とこう奥の方に手を置くっていう感じですね。だいたい形としてはこんな感じになっています。後でね、もっと簡略化した形の取り方も解説するので、そっちの方もね、合わせて参考にしていただければ幸いです。で、だいたいこんな感じになっています。足がね、どういう風に曲がっているのかとか、そういうのもね、参考にするといいかなっていう感じですね。結構そうね、いろんなポーズとかもあるんですけど、割と座ってるポーズっていうのは、慣れると描きやすい、ポーズかなと思います。逆にその普通に立ってる時の、状態っていうのは、意外と足のこう、なんていうんですかね、形が取りづらかったりとか、結構ね、こう形がこう何とも言えない形をそうしているので、割と描きにくいって感じですね。逆にこう座ってると、こう関節が曲がってたりとかして、こう分かりやすいこう動きになっているので、むしろね、描きやすいのかなっていう感じですね。で、なんとなく立体感も意識しつつ、描いていきます。で、簡単な形はもう簡単な形を解説します。大体こんな感じで、まず大きな山というか逆誘導地を描いてから、そこにこう角にね、手があって、であと胴体がこういう感じで、つくっていう感じですね。最初に大きくね、逆の誘導地を描いてあげると、形がね、取りやすいかなっていう感じですね。で、今回もファーバーカステルのアルブレヒト・ジューラーっていう、水彩色鉛筆を使っているので、水色に濡らした感じも出していきます。油性の、色鉛筆を使う場合はもっとね、色は最初に濃く塗った方が、いいかなっていう感じですね。水彩鉛筆だとこう水で濡らした時に結構発色が強く出るので、最初割と薄めに色を塗っています。で、こんな感じですね。あと、こういうところ、細かいところですね。そこも、こう、色鉛筆から直接色を取って、芯のところを直接、筆で水に濡らして、そこから色を取って、細かいところを塗っていきます。こうすると結構ね、こう、床に設置しているところとか、結構暗くなってるじゃないですか。そういうとこがね、結構描けるのでいいかなっていう感じですね。はい、こんな感じで今回は完成にしたいと思います。他の動画で、いろんな動画上げています。ぜひね、参考にしていただけると幸いです。またね、チャンネル登録もね、ぜひお願いいたします。それではまた。